おはようございます。今日ねもう十数年ぶりに、ホエルさんと海に来ました。ちょっと風強すぎですねこれでもちょっと風強すぎです。沖は 100% 海ここに僕が今いるところがめちゃくちゃ浅くなってるんで 0.7 メートル、ここにカキ殻の山があるんで、これが水没してる間この周りをちょっと深くなってるえぐれてるところに着くと思うんですよね。ここも下が見えてるんですよね。ここに山があって、この向こう側とかでこうちょっと沈み込んでるところとか、出そうだけどな。地形的にはいいところ浮いてますね。あ、食った。お、いますいますいます。はい、切られるかもしれないです。めちゃくちゃ浅いです。ここ水深 0.6 メートル、60センチ。おお、すごい。ネイティブドラグが強いですね。全然ドラグ出ない。またまた魚いますんで、いけますいけます。これマグナムスキマーです。風が強すぎる。マグナムスキマーで取りました。ありがとうございます。いいな、すごい。ベイト食ってます。ほらベイト食ってます。すごい。口の中見るの。本当だ。マグナム隙間サイズ。ありがとう。何食ってたのね。じゃあ行きますか。行こう行こう行こう。行きましょう。またこれ上がってる間にまた引いてきちゃったんで。そっか。まあちょっとちょっとやってみます。はい、もう陸上に上がってます。いや風が落ちましたね。大丈夫だね。行きますか。行こうか沖まで。ちょっとやってみましょうか。ね、で吹いてきちゃったら帰りましょう。ね、左斜め前の方にちょっと漕いでいきます。はい、ゆっくり行きましょう。ここからずーっと浅いんですよ。そこはちょっと厳しいんで、もうちょっと行って少しえぐれるところがあるんで、その辺りからスタートなんですけど、まだずっとこれ 0.8 メートル、ずっと 0.8 がしばらく続きます。1キロぐらい 0.8 メートルが続くんでその先ですね。潮目出てますね。水深が 1.1 メートルで、あの40センチぐらい起こってるんですね。やっぱり 0.8 だったのが今ここ 1.1 なんで。出た。出て。出ました出ました。いますいます。ちっちゃいですよ。ちっちゃい。います。スキノーマルスキマーズ。はい。世界一釣れるシーバストップウォーター隙間よいしょー。隙間隙間で出ましたね。ガンディーニスティックすごい。やっぱやりやすい。惜しい。足元すごい。ずっと追っかけてきたね今ね。これで食ってきた。よーってかかってます。おっしゃー。やったまあでもね、トップでドカーン出てくれたんで超久しぶりですけど、おもろい。カヤックシーバス、トップで
ってな。でも。ちっちゃ。でも相当いますこれ魚。ふっこが。これ生後だな。これは生後だけど。これはいいですよ。このまま浮き続けられれば爆釣パターン。外れたあ、いや、メッキは釣れますよ。メッキは釣れますよ、もう。メッキ最強レベルじゃない。出た！最強レベルだ。出た！います。います。出まくりです。おー、出た！よっしゃ！おっしゃー！バイト、バイト。まだまだこれから、もうバンバンですね、これ。このおお。いや、そんな大きくないですけど、今の生後よりはいいかもしれないですね。あ、本当。あ、いや、そうでもないな。まあでもちょっといいですね。やっぱ50か55ぐらいの。取りたいぐらい。今口に入ったフック外れて釣れ状態になってますが、出たー、乗らない、出たー、乗らない、結構出るって乗らないですね魚が小さいですね。おっしゃーナイスフィッシュです。さっきのサイズアップ、スキマがっぽりです。がっぽりですね。ここに来ました。さすが。ちょっと痩せてるね。痩せてるけど50アップ、余裕で50アップ。よっしゃ、もうナイスフィッシュです。よっしゃ、トップウォーター。じゃあ写真渡すか。よっしゃー、スタップですよね。よっしゃー、また丸飲みない。丸飲みです。よっしゃー、バッチリ。よっしゃー、すげーっす。やりましたところで、結構雨降ってきましたからね。上がるか。ちょっと降ってきたから上がりましょうか。上がりましょう。いや、どれだか OK。 予報通り降ってきます。まあ、ゆっくり帰りましょう。このタイミングで上がった方がいいかな。雨降ってくると風吹くかもしれない。このタイミングだったらまだ全然いけます。いや、でもよかったです。最後6ジャンプ出て。さすがの。いや、でもそこまでじゃないですね。早くの CBAS 面白いです本当に